もこの間、それすごい感じたことがあって、うん、孝太郎の家で、孝太郎の家この間初めて遊びに行ったって言ったじゃないですか。はい、まあ、早速、入って一番最初に、ちょっとシャワー貸してって言って、シャワー浴びたくて、うん、シャワー貸してって言って、いいですけど、って貸してくれって、で、バスタオル書いたじゃん、はい、あ、はいはい、そしたら久しぶりになんか孝太郎の1ヶ月ぐらい俺の家に住んでたことがあって、あ、そうなんですね、なるほどなるほど、はい、なんか久々に孝太郎の匂い嗅いだなと思ってなんかすっげえこう、僕の匂いですかあれって、そう、柔軟剤のですか、へえ僕は何を聞かされてるんですか、せーのドン弟なんだね。あ、僕はまあ、西山孝太郎です。なるほどね。おー、へー。その、1ヶ月間一緒に住んでた時に、もう、これ一緒に住めるなって思ったんですよ。あ、まあ住んでたしな。実際住んでたからな。そうなんですよ。え？あ、西山さんと同棲なさってたのご存じない？同棲。さんは西山さんと同棲なさってたんですよ。同棲？ 1 ヶ月間。そうなんですよ。どうして、いや、なんか、家をなくされて。家をなくされて。1ヶ月間。家がなくなるって何？ 1 ヶ月間家なくされて怖い、住むところがなくなったんで、じゃあ俺ん家住めようってなって。俺ん家住めようってならないですよ。なんでなの？実際住んでたんですよ。実際に住んで。で、なんか、めんどくさいから同じベッドで寝てたの。My God, what the hell? Oh my God. Punch my mama in the throat, karate kick my daddy in the chest. What the fuck?今、家がなくなったら、誰かいますかね？間違いなく江口さんですね。江口さんが引っ越しされたんですよ。はいはいはい、前の家から、うん。で、まだ僕ちょっと行かせてもらえてなくて、うん、ちょっとこれを機に、これを機にというか。初が住むってなったらもう、ねえ、江口さんの家に。いやいや、本当に行きたいですね。いやめちゃめちゃもう、本当スーパーダーリン、もスパダリなんですよ。ああ、そうなんすか。もうめちゃめちゃ優しくて、朝何時に起きるか必ず聞いてくれて、で、その時間に起こしてくれたりするんですよ。僕が、こう、めちゃめちゃ酔っ払って帰ってきちゃった時とかは、枕元に水置いといてくれたりとか。優しい。優しすぎますよね。優しいし、そういうのをされるのが似合うタイプでも西山くんがあるから、これはもう、大好物ですね。大好物。貢ぎ癖があるタイプだなとは思いましたね、その時に。貢ぎ癖って。いや、って見た目が気に入ったんだったらもう良くない？まあまあまあ、そう。すごいですよ、まあね。しょうがないな。うん。でもそれでめちゃくちゃ高かったら、うん、もうそれはもう体で払ってもらって。直接的な意味ですか？っていうのがあったんで。今私、後ろに宇宙背負いました。わ理解を超えた時の顔した。っていうのがあったので、あ、これだったらなんかいけるな。家族になれるな。なるほど。家族に、それは奥様の。江口へ、思えば長い付き合いになったね。夜遊びのみならず、昼間も飯食ったり、何にもない日にわざわざって飲んだり、ゲームしたり。江口はいつの間にやら俺の日常になっていました。てかなってます。これからもそうです。声優と夜遊び月曜日に俺の就任が決まった時、相方の第一希望は江口でした。そして内緒ですが、第二希望は西山孝太郎でした。内緒だよ。大変なスケジュールの中受けてくれてありがとう。おかげで一年間楽しく過ごせたよ。それは見ていてくれた皆様もそうだと思う。俺はこれからも月曜日に楽しいを一生懸命作っていきます。中村修吾も面白いやつ。また違うグルーヴ感出して皆様にナイスバカタイムを提供していきたいと思います。だから何も心配しないでゆっくり休みなさいと。そして孝太郎、ね、休みなさい。孝太郎と、あっ。孝太郎、江口借りてごめんね。ちゃんと本妻であるお前に江口は返すよ。I did not see it on the sheet. If 2 plus 2 was 4, right? And 5 plus 5 is 10, okay. What the fuck is this? ちなみに、孝太郎くんなんか乾杯エピソード、溜まってる？あ、あるんですよ。お！なんと、なんだろう。新しい家が見つかりました。お！出た。
家が。そうなんです。どういうことですか？まあ、住んでた時期もね。住んでた、そう、一緒に住んでた時期っていうのが、うん、僕が家をなくしてしまったんですよ。あのね、細かく言われると語弊があるよ。で、その結果、まあ、その結果、まあ、江口さんが僕の目の前に鍵をスッと出して、俺のとこ来ないか。いや、言ってない、言ってない。そんな言い方してないから。もうプロポーズだね。で、僕は、一度考えさせてください。断んじゃねえよ。でも、それでも、それでも言ってくるから。それでも、なんで俺が無理やりさ、なんか孝太郎に俺ん家住んでって、すごいなんかすがったみたいになってるじゃん、今。じゃあ、つってスーツケース片手に入ってって。渋々感やめて。あれ、なんだっけ、お風呂入るとき、上がったらなんて言うんだっけ。ごちそうさまでした。バスタオル一枚で出てきてごちそうさまでしたっていう。ごちそうさまでした。わかんない。わかんないですね。確かに。新しい住居に乾杯。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。引っ越しおめでとう。引っ越しおめでとう。ありがとうございます。なんか宅急便とか来たりするんですよ。ほう。うん。で、僕がまあお風呂から上がって、うん、で1階、まあ、1階と2階があって、まあ、ロフトみたいになってるんですけど、1階に、化粧品、化粧水、うん、化粧水忘れちゃって、うん、顔カピカピになるなと思って、うん、ちょっと江口さんの借りちゃおうかなと思って、うん、黙って江口さんちょっとお借りしますって言って、やった瞬間に、江口さんが、ねーみたいな感じで聞こえてきて、うわ、やばい、バレたと思ったら、美味しいカレーうどん届いた、とか。いや、なんか、のろけ番組ですよね。なんか、しかも、その後僕、部屋で、その、入る前に、一緒に入るみたいなことをこう。いや、違うよ。だから、僕は、もう、何言ってるんですかつって、うまくこうね、スルってしたんですけど。なるほどね。なるほどね。で、なんか思い出したのかわかんないんですけど、そのまま、なんか、裸で、リビングまで。真っ裸ですよ。パンツも履かずに。はいはい。なんか、フラッシュバックして、僕が初めて家に、まあ、家借りた時に、遊びに来たいですって、遊びに来た時に、初めて、じゃあ、ちょっとシャワー借りていいですかって言ってきて、借りたっていうのがあるから、それをちょっとオマージュしたんですよ。なるほど。そういうことだったんですね。全然その話に1ミリも言及しないで、そういえばあの時僕借りましたね、今日は貸せましたね、みたいなことを期待してたのに、後輩としてね、僕もこういう、なんか家に住むようになりましたと。みたいな話が聞けるのかなって思ったら、1ミリも、あの時と同じ、しかも、その時は僕がシャワー借りしたら、なんか知らないけど、バスタオル1枚こう、隔てて、裸で、リビングまで来て、ごちそうさまでした。それがあったから、なんか、すごいそれをね、こうなんか思い出させるようないい感じの演出してたら、全然言及1ミリも覚えてない。なるほど。覚えてないよね。そう。ヒヤヒヤしちゃってました、その時は。なんでヒヤヒヤ？何のヒヤヒヤ？ヒヤヒヤしちゃいましたね、ちょっと。ごめんなさい。スバルさんすいません、なんか。いやいや、もう全然、全然全然。こんな話になってしまって。ずーっと俺は何も聞かされてない。さあ。Ah, no! Ah, no!